聞いたらば、少なくともどうなっていると、当たるわけにならない。それがお前たちの役目だ、仕事だ。にもかかわらず大石が刑事課に回ってるか刑事課に引けるで、ほんでふざけた口を聞くと、結局この所長のサーバーがふざけすぎて、これはお前たちがこういうことを言う人間がいないと思って、自分たちのやった犯罪行為はどこまでも隠せる、こういう甘い考えでお前たちは日常を遊び半分で仕事をやってるんだ。そして自分たちの犯罪行為をあくまで隠す千葉の千葉地検によると、そういうそれから法務省とのところを隠す、お前たちが国民の金を裏金で使い、ましてや人の人生命までもお前たちはもてあふび、自分たちの永久就職を保護にしたくないということで、将来の天下りもちゃんとやれると、そういう考えでお前たちは自分たちを動かなければ、警察の不能でやられることは無駄ですよ。まさにお前たちにピストルを与えておくことは危なくてしょうがない。お前たちはまさに自分たちの利益ある人間と一般市民が虎を残せば、お前たちは社会を捏造して、そして一般の被害者を逆に加害者に作り上げる、こんなものは日常茶飯事だ。お前たちのこれからやるが、お前たちの行動はみんなメールで、あるいはまさにインターネットでやって、お前たちの一人一人の行動を監視するぞ。こういうことを言えばお前たちはすぐに人のインターネットを妨害して企業も凱旋し帰れば、まさに大阪において去年の11月から始めた討論がシーズンというところの生中継見せられて、ね、してる。今朝に至ってはまさにこれから東京で明日も始まるが、生放送で1ヶ月となるが、それの生中継をこの北爪淳には見せない、見せないようにまたした。そしてまさにインターネットそのものを見られないくしている今、そんなバカだと、こういうことを言わなければみんな一般の良心的な市民は知らない。お前たちがいかにこの日本が汚れてるか、金さえあれば、権力があれば、警察と国民があれば何やってもいいと。そして大ごとにならない前であれば、自分たちが加害者でありながら被害者を装うことができると。